カロリスト金沢信之。 ARY レーシング白いキャロルになります。亀井亮、オートクラフト日向茂美、オートクラフト&ヤッピーズ共同隆之、 ARY レーシング阿部雄飛、ラルグ水戸からエントリーです。大内隆夫、こちらもラルグ水戸からエントリーの三六アルト、作田浩一、赤井三六アルトになります。石井直人。東北660ターボ GP2022 開幕戦決勝、まもなくスタート、前方のシグナルに注目。今ブラックアウトでスタート。いやー、金沢選手ちょっとね動いてしまったところあったんですよね。さあこれで何台に抜かれていった、1234567台に抜かれていく金沢選手。さあこれで亀井選手が非常に有利な状態に変わっていきます。ただ金沢選手の白いコペンはねものすごい速いですからね、あっという間に戻ってくるかと思います。亀井選手のこの白いキャロルがトップで通過をしていく。 S 字から第1ヘアピン、第1ヘアピンではワン、ツー、スリーという体勢でしょうか。4番手にはこのブルーのマシンが見えるので兵藤選手の36アルプではないかなと思います。2番手これ S660 が来てますかね。白はこれ阿部雄飛選手のマシンだ、 ARY レーシングの S660 が総合2番手あたりを走行しているかもしれません。さあ第2ヘアピンから最終セクションへと通過をしていきます。トップ、これ亀井はもうねちょっと逃げている、そんな状況です。2番手以降は団子状態。さあ 14% 上り勾配、上っていきます。まもなくメインストレート、まずは亀井選手の白いキャロルがトップで戻ってきます。まあなるべくねこの集団をこう金沢選手が戻ってくる前に、ああでも金沢選手はもう2番手に浮上、あんだけ出遅れていったのにあっという間に2番手、2周目に入ったところの一刻なんではもうねびっくりしました。あんだけ早いんだっていう感じですね。本当びっくり、あんなに早く戻ってくるもんなんだって感じですよね。さあこれ亀井選手もバックミラーでもう見えてるよね、そんな状況、もう来たのみたいな、そんな感じで今第1ヘアピンに行ってるかと思います。さあ今度は第2ヘアピンに向かっていくんですが、もう金沢選手の前には邪魔なマシンはいません。亀井君君のみだよっていう、そんな感じかもしれません。さあそして3番手以降はこれヒューガボスの36あるんでしょうか。その後ろが阿部雄飛の S660、そしてブルメタの36あるのは兵藤選手というあたりだと思います。その後ろはラルグ水戸のマシンが2台来ておりまして、前にいるのが18号車佐久田選手です。佐久田選手がこの集団のちょっと後ろというね、そんな感じです。さあトップグループはなかなかね面白いことになりましたね。いやー1クラスのその亀井選手の逃げ切り体制っていうのはどこまで続くんだと思いましたが、あっという間に終わりそう。さあすごい音でメインストレートを通過をしていく金沢選手の白いコペンです。さあヒューガボス、そして兵藤選手はポジションを上げていきました。阿部選手がその後ろ、さあ佐久田選手、そしてその後ろにいるのは大内選手ですね。佐久田、大内と続いていきます。いやここの辺りはねオートクラフトと、そしてラルグ水戸のバトルというところもありますよね。総合の今3番手4番手がオートクラフト、そして6番手7番手がラルグ水戸です。間に ARY レーシングの S660 が入っているという状況になっています。さあ今第2ヘアピンを立ち上がっていきました。2台のマシン、ともに白いマシンですが、前を行くのは亀井選手の白いキャロルというのは変わりませんが、さあ少しこの車高の低い白いコペン、さあ金沢選手のマシンがどこで追いついていくんでしょうか。これ金沢選手あんまりペース上がっていかない感じがするんですよね。でもラップタイムを見る限りでは2番手金沢選手の方がちょっと上回っているような、そんな感じですね。さあここメインストレート、あれだけ速かったんだからすぐ抜けるんじゃねえかって気はするんですが抜けません。このメインストレートでも追いつきませんね。さあ今1コーナーから S 字へと向かっていきます。感覚としてはあまりこう追いついていくようなところはねこのインフィールドではなさそうですよね。あでも S 字の立ち上がりのラインのそのなんだろう緩やかさというかね、まだ余力を残しているのは2番手金沢という、そんな感じ。さあ今第1ヘアピンから第2ヘアピンにへと向かっていくところではもうテールトゥーノーズに近い状態に変わっていきました。さあこれで亀井が苦しい状態ということではあるんですが、なかなかそう簡単には金沢を前に出るのは難しいのかなと思います。
そして総合3番手はこれ単独の走行に変わりましたね。ヒューガボスはもうこれ3クラストップ死守というかね、もう何事もないと思いますので、このまま行けるんではないでしょうか。そしてオートクラストのもう1台共同選手もこれも単独の4番手という風に変わっています。さあメインストレート、金沢のコペンがここでオーバーテイク、トップに戻ってきた。わずか4周で、わずか4周なのか4周もかかったのか、そんな感じもしますよね。さあ第一ヘアピンへと向かっていくこの2台のマシン。さあ亀井選手もこのまま終わるわけにはいきません。さあ金沢選手、第一ヘアピンちょっとオーバーラン気味、インサイドに亀井が入っていく、サイドバイサイド第2ヘアピンに向かっていくんですが、やはりこの抜群の加速を見せている金沢の白いコペンがポジションをキープして今第2ヘアピンを通過をしていきます。さあその後ろ3番手単独のヒューガボス、そして兵道選手も単独の4番手、3クラスのワンツーというポジションになります。そして3クラスの3番手争いは三つどもへのバトル、ラルグ水戸の間に ARY レーシングの S660 となっています。阿部雄飛がその間です。どっちにもなんかいるぞみたいな、そんな感じでしょうかね。もう車高的には、なんだろう、目線的にはこう高いマシンがね前後にいるような状況でしょうね。さあ金沢選手が戻ってまいりました。さあ2番手亀井後ろをついていく、でもじわりじわりと離されていく。インフィールドの部分では亀井に分があるような気もしないでもないんですが、大きくねタイムを上回るようなそんなペースではないようです。さあそして1コーナーはこれ3クラスの3番手争いですが、なかなか厳しいのはこの間にいる阿部雄飛の S660 というところ。 S 字もその隊列を崩さずというか、崩していきたいところはあるんだと思いますが、なかなかね崩しきれません。まあ、前方のこれ作田のマシンですよね。作田のマシンを攻略しきることができません。結構ねこう揺さぶってプレッシャーを与えていく阿部雄飛なんですが、その後ろからはこれ来ているような気がするぞ、大丈夫かな。大内のマシンも狙っている、そんな状況で第2ヘアピン。さあ間もなくメインストレート戻ってくるのは1クラスのトップ勢、金沢トップ変わりません。亀井がその後ろ。さあこれで6周終えて残り2周です。残り2周、亀井も負けてはいません。ラップタイムではでもねちょっとずつ離されていくんだね。トップの金沢が1分11秒1、そして追いかける亀井が11秒4です。コンマ3秒離されていきます。さあヒューガボス3番手、今1コーナーです。もうね抜群の速さで通過をしていく。そして今1コーナー、これ3クラスの3番手争い、大内がちょっとねインサイドに入っていこうとするんですが、行き場をねこううまいこと塞いでいくというかね、こう潰していくのは阿部雄飛の S660 です。そしてすでにトップグループは第2ヘアピンをもう抜けていて、最終コーナーのあたりに入っていく。あ、バックマーカーがもう出てきていますね。さあ戻ってくると次ファイナルインになります。今第2ヘアピンにいるのは3クラスの3番手争い、ここもあでもどうですかね、バックマーカーに絡むような感じではないかもしれません。さあ金沢のコペンが今1コーナーブレーキング、そして亀井亮の白いキャロルも今ブレーキングで入っていく。さあ共にラップタイムとしては、あでも金沢選手このラップでは大きくタイムを更新していきました。1分9秒台、追いかける亀井亮は1分11秒台でもう太刀打ちすることはできません。さあそうなってくると3クラスの、まあ、3番手争い、そうですよね、トップはもうヒューガボス変わりません。そして兵道選手の2番手ももうね何事もないでしょう。今第2ヘアピンがトップ2というところですね、総合のトップ2になります。金沢選手もちょっとね後ろの亀井選手を待っているような感じもしないでもないよね、どうなんでしょうかね。昨年の最終戦のターボ GP の時は斉藤選手が少しねこう三味線を弾くというかこう演出をしましたなんていう話をしておりましたけどね。さあ今ちょうどチェッカーフラッグですね、チェッカーフラッグを受けてきました。さあ金沢選手がトップチェッカー、亀井が2番手。さあそして3クラストップ、ヒューガボスも間もなくチェッカーフラッグになります。今チェッカーフラッグを受けてきました。さあ続いてくるのは兵道のブルメタの36アルト、今チェッカーフラッグを受けていきます。そして
3クラスの3番手争いは作田が守りきって、そして阿部のそのすぐ後ろ、大内はどういうタイミングで通過をしていったかな。ここは阿部が前、大内がその後ろです。5番手、6番手、7番手、作田、阿部、そして大内の順番でチェックフラッグになったようです。3クラスの3番手争いは作田に軍配が上がりました。さあその後ろはですね、8番手以降になります。59号車石井直人選手、そして今これ船山選手とブルーの S660 は泉選手ですね、チェックフラッグを受けていきます。順位としてはここは変わらずというところですね。この東北660シリーズをですね、陰で表立って、まあ、いろいろ、ね、こう支えてくれているショップさんの、ね、紹介をしていきたいと思いまして、今ちょうどですね ATS さんのところに来ているというところになります。まずは自己紹介からお願いします。はい、はい、こんにちは、 ATS の佐久田と申します。東北660ターボ GP に関しては2年前から、なるべく水戸さんとともにちょっと参加させていただいております。軽自動車に関しては LSE のみの設定なんですけれども、まあ、36をはじめコペンとか、まあ、いろんな車の LSE を、展開しておりますので。きっかけは何ですか。きっかけですか。きっかけは乗ってって言われたから。ラルフの監督のことから、もちろんですけど、ラルフの新たに ATS の LSD については実践でこう使ってどうなのかっていうところをこうアピールしたいなという部分で乗りながら営業を毎回毎回もう一歩のところで何ももらえず東北道を泣きながら帰る、まあ、今回チームメンバー、監督、あと車の方もですね、ようやく仕上がってきたのと、結果が全て、本当に結果を出したいというところで頑張ってます。オートクラフトさんですね、ヒューガーボスという結果に呼んでますけども、ヒューガー茂選手にお話を伺いに、今日のね、ピンのところにやってまいりました。埼玉の方で、まあ、軽自動車に特化して、職をやっていますオートクラフトです。まあ、今回はレースアウトワークスで走ったんですけども、他に S660 とか、コペンとか、デモカーも出まして、いろいろ部品の開発とかもやってます。まあ、そのサーキットを走るので、一押しのパーツはですね、この横のヘッダーダップなんですけど、これテストの段階でですね、水温がついているのとついていないのと長度変わったんですよ。それぐらい熱い空気が、エンジンルームの熱い空気が抜けるので、はい、S660 では何か、はい、インタークーラー、大型インタークーラー出してるんですけども、空気を入れ込むカバーがやっと出来上がったんですよ。街乗りで、急気温から5度から8度変わったんで、それもおすすめ。オートクラフトのその成果の出るパーツというのがあるということなので、HA36 のワルト、そして S660 のお乗りの方はですね、ぜひ門をね、叩いていただければと思います。以上、ヒューガー茂選手でした。ありがとうございます。お待ちしております。最後、オートクラフトです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日はね、大活躍できるという感じだと思います。はい、では。はい、いろんな方に参加してください。 HA36 クラス優勝はオートクラフト、ヒューガー茂選手。